はい、ということでこれ自分のお気に入りのマキタのエアダスターなんですけど、まあ、どれぐらい気に入ってるかっていうと2個持ってるぐらいもう気に入ってる、そういった代物です。でこれがですね、こういった具合にこのアタッチメントが豊富で、なおかつ脱着がめちゃくちゃ楽なんですよ。なのでもういろんな用途にこう使ってあげる、そういったことができるっていうエアダスターです。で、まあ、今回は、自分わさび農家なんだけど、このわさび出荷するときにこの乾かす用のアタッチメント、これを 3D プリンターで自作してみました。で結果的にはかなりうまくいって、このはめる部分とかもかなりいい感じにこう出来上がりました。で実際にこう使ってあげることができるんで、前まではこの一方向でこの細い一番強いノズルでバーってやって、何回もこうひっくり返したりとかもしてたんだけど、これなら一発でこうできるっていう、それが気に入ってます。でこのアタッチメントはこの 18V と 40V 共通なんで、こっちでも使えます。
でこの 40V の方はですね、こっちよりもバッテリーが長持ちするん でなおかつこの 8A の一番でかいやつ使ってあげればめちゃくちゃ長いこと作業できるんですよ。であとはこのオートトリガー、これ使ってあげればこんな感じで流れ作業ができるっていう、これもかなり気に入ってます。でこの 18V の方なんだけど、これがですね、この 40V と比べると軽いんですよ。そのせいか、こうオートトリガーやってあげるとわかりますかね、こんな感じで倒れちゃってたんですよね、前まで。ただですね、これこの今回作った、このアタッチメント、これ取り付けてあげるとこんな感じでなんかフロントヘビーになって倒れなくなったっていう、これは嬉しい誤算でしたね。なので 18V も 40V 機もどちらもこれ使えるんで、これまた増刷してもう一個作ろうかなと思ってます。でまあこれ初めてこのアタッチメント今回作ったんだけど、ちょっと改良点としましては、これ穴ちょっと大きかったんで、もうちょっと穴絞れば、もっとエアコンプレッサー的な強い風を送れるかなと思うんで、この穴を小さくしてみたりとか、であとはバーッとやると上に今なんか水滴とかこういうゴミとか飛んできちゃうんで、なんていうんだろう、下にこう穴を向けて下にこの水滴を飛ばせるようにしたいかなっていう、そんなところですね。そう、今上にこう来ちゃうんで、穴の向きを下にこう行くようにしてあげたいなっていうところですね。それ以外はですね、結構いい感じに、なおかつこう剛性もこれと同じぐらいの強度が出せたんで、こうカチャッとやってもこう外れないぐらい、それぐらい強度の強いものができたんで、これはかなり気に入りました、はい。でまあ、今回、こう 3D のデータ作ってみて、このひな型となるこの土台ですね、これもいい感じに出来上がったんで、他のこれ以外のなんかアタッチメント作ってみたいなと思ってます。まあ、それちょっとやってみて出来上がったらまた動画にしたいと思うんですけど、これご覧になってる方でこういったアタッチメントあったらいいんじゃないかっていう、もしアイデアありましたらコメントいただけるとちょっと参考にさせていただければと思います。はい、ということで今回は、マキタのエアダスターのアタッチメントを自作してみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。